皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は単項式と多項式の乗法除法と式の展開、ここから中学3年生の学習内容になります。まず最初は単項式と多項式の乗法。これは今までと同じように分配法則を使って括弧を外していきます。括弧1番 5a 括弧 a プラス3括弧、このようになっていますよね。この前の 5a と括弧の中の a をかけ、次に前の 5a と括弧の中の3をかけると、今まで通り同じ計算ですね。つまり 5a かける a 足す 5a かける3、計算すると 5a2 乗プラス 15a と、このようになるわけです。括弧2番でかける単項式が後ろにある場合も同じですね。括弧 3x プラス2括弧閉じかける 4x 括弧の中の 3x と後ろの 4x をかける、次に2と後ろの 4x をかける、この順番ですね。ですから 3x かける 4x 足す2かける 4x、 こういう計算をします。3412x は2回かけるので x2 乗足す2が 8x と、 12x2 乗プラス 8x というのが答えです。括弧3番括弧 8x 引く4括弧かける2分の 3x、分数の場合もね同じようにやります。ですから前の 8x かける後ろにあるこの2分の 3x 引く4かける後ろの2分の 3x ですね。ここで約分を忘れないようにしてくださいね。2と8を約分すると2は1になって8は4になりますね。後ろの部分もこのマイナス4と2約分できますよね。2が1になって4の部分が2になります。ですから試算 12x 2回かけるので x2 乗引く23が 6x と、 12x2 乗引く 6x というのが括弧3の答えになります。計算の仕方はこれまでと全く同じですね。多項式と単項式の除法、割り算ですね。この計算も今まで学習したものと同じです。多項式割る単項式、この計算は乗法、ね、これに直して計算する、割り算の部分、ね、除法の部分を乗法に直して計算する ということです。括弧1番括弧 x 2乗引く 4x 括弧割る x、 この割り算を逆数を使って、掛け算に直します。つまり括弧 x 2乗引く 4x 括弧かける x 分の1、こうなりますよね。掛け算だったらこれ分配法則を使って計算すればいいんです。ですから x 2乗かける x 分の1引く 4x かける x 分の1、こうなります。約分をします。x が1つ消えて2乗がなくなると、後ろも同じです。 4x の x と x 分の1の x、 ここが消えますよね。1になりますね。そうすると前の部分は x、 後ろの部分は引く4と、 x 引く4というのが括弧1番の答えです。括弧2番です。括弧 9a2 乗 b 足す 6ab 括弧割る 3ab、ここの割り算を逆数を使って掛け算に直します。ですから括弧 9a2 乗 b 足す 6ab 括弧かける 3a 分の1ですね。 3ab 分の1、掛け算になったから分配法則を使って括弧を外します。イコール 9a2 乗 bかける 3ab 分の1足す 6ab かける
3ab 分の1、こういう計算になりますね。で、約分をしていきます。9と3を約分します。 a と a2 乗、こちらの a は1になって a2 乗は a になります。で、 b と b ですね、こうなります。で、 6ab かける 3ab で6と3を約分します。A と A を約分します。 B と B を約分します。そうすると前の部分は 3A ですね。 3A 足す2、これがカッコ2の答えということです。計算方法ってね、基本を学んだらそれをどんどん使っていくようにできているんですね。次は式の展開です。単項式と多項式の積掛け算、それから多項式同士の積、多項式かける多項式、ね、こういう計算、これを括弧を外して単項式の和にすること、これを式を展開すると言います。文章を、ね、読んだだけだと分かりづらいんですけど、やることは簡単です。では例を使って説明すると、例のところ括弧 A プラス B 括弧として後ろの括弧が括弧 C プラス D、 こうなっていますよね。これ式を展開するときには前の括弧の A と最初に後ろの括弧の C の掛け算をして、次に前の括弧の A と後ろの括弧の D 掛け算します。1番2番、こういう順番ですね。次は前の括弧の後ろにある B と後ろの括弧の C を掛け算、次に B と後ろの括弧の D を掛け算、こういうふうにやっていきます。 A と C を掛けると AC ですよね。次に A と D を掛けるので、ね、プラス AD、 次は B と C を掛けますからプラス BC、 そして B と D を掛けてプラスBD、 こうなります。これが式を展開するということです。で、括弧の中に入っている式、掛け算してたのを括弧がなくなりましたよね。つまり括弧のあるものを括弧がない形にする、これが式を展開するということです。ではちょっと問題3もやってみますね。括弧 A プラス3括弧括弧 B プラス2、まず A と B をかけて AB、 次に A と2をかけてプラス 2A、 そして3と B をかけてプラス 3B、 最後に3と2をかけて3が6と、ね、AB プラス 2A プラス 3B プラス6と、ね、これで式が展開できたわけです。括弧2番、括弧 2x-3 括弧括弧 y プラス1括弧、これも同じように考えます。 2x と y をかけるので 2xy、 次に 2x と1をかけるので足す 2x、 次にマイナス3と y をかけてマイナス 3y、 次はマイナス3と1をかけてマイナス3と、 2xy プラス 2x マイナス 3y マイナス3と、これで式が展開できました。括弧3番、括弧 x プラス1括弧括弧 2x マイナス4、同じようにあります。 x と 2x をかけて 2x2 乗、次に x とマイナス4をかけてマイナス 4x、 次は1と 2x をかけるのでプラス 2x、 最後に1とマイナス4をかけてマイナス4、こうなりますよね。で、ここで終わっちゃう人いるんですけど、まだ次の計算あるんです。同類項がありますよね、この中に。どこっていうとマイナス 4x と 2x、 文字の部分が全く同じですから同類項です。これを一つにまとめることができます。ですからここの部分をまとめますね。そうすると 2x2 乗、その次に来るのはマイナス 4x プラス 2x、 こうやるのでマイナス 2x、 そして最後に引く4と、2x2 乗マイナス 2x マイナス4というのが括弧3番の答えです。ね、皆さん
ここの部分気をつけてください。同類項があったら同類項の部分は計算しなくてはいけない、ね、これをしっかり覚えておいてくださいね。今回は単項式と多項式の乗法除法と式の展開についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。